この結局先の方に井上家の最も古い、倉敷では最も古いお宅がこのあるんですね。そうですね。この先ですよね。あの看板の向こう見えます。街灯 のところですね。街灯のね、ここですよね。あの年代は聖徳年間ですね。約300年ぐらい前ですね。それとこのお寺が観龍寺ですね。観龍寺ですね。このお寺がね、観龍寺で、これが何年でしたっけ？寛永元年ぐらいにここへね、大島屋さん豪商の寄進でですね、ここへ持ってこられたんですけどね。そうですね。それと結局この正面が大原美術館ですが、そうですね。昭和5年ですね。昭和5年ですね。はい、この、左手にある、お宅が幽林荘と言いますね。幽林荘です。大原孫三郎さんの奥さんが病弱だったために別邸を建てたのがこの幽林荘と言われてます、ね、ちょっとじゃあすいません、はい、説明していただけますか。じゃあこれビデオに入ってますから。でこの、右側の建物が大原さんの本宅ですね。本宅ですよね。完成年間ですね。完成年間、約200年ですね。約200年ですか。これが全然改築は、ここも綺麗ですね。これが全部大原さんの土地ですね。約600坪。600坪、ははは。これも寛永年間のものですか。寛永年間の、いや、こちらは完成ですね。完成年間、完成年間で、その部分からもう改築されてるわけでしょ。まあ何回かはね、やってると思います。で大原美術館は何年でしたですかね。昭和5年ですね。昭和5年と言いますと19001930年、1930年って言うと、この今から80年、もう10年前ですね。あ、これは本宅ですね。これ本宅ですね。これは本宅ですか。ここが正面玄関と。そうですね。ああ、いいですね。ああ、当時からこの倉敷川はこういう感じで。そうですね。これはこの橋もそのままですか。この橋はね、大正15年ですね。大正15年。大正15年に、昭和天皇がここを訪問されるときに、はい、この橋が小さかったもんですから、はい、この大きさにしたんですよ。大正15年。ああ、そうですか。当時昭和天皇は皇太子だったということで、それで天皇家のこの菊の御紋ですね。これがだから皇太子だったんですから、12弁なんですね。16弁でなくね。それでこの倉敷川は結局どこに、これ瀬戸内海に続いてますね。あ、そうですか。それで100石船とか500石船でこのお米を積んで、それでここまで持ってくるという感じになったわけですか。どうかそれは分かりませんが、ただ関ヶ原の後ですね、はい、1600年のね、関ヶ原の戦いの後、はい、ここへ小堀遠州のお父さんがこの当時に入ってくるんですよ。徳川幕府の直轄地で、ね、天領の地でね、はい、それからその豊臣が滅びる夏の陣まで15年ありますから、おそらくここからもそういう物資をね、大阪へ送ったんじゃないかと言われてます。大阪に物資をその送るための一応中継、まあそれははっきり分かりませんけどね。あ、そうです。でもこれは瀬戸内海に通じてますんでね。後に倉敷宝石の原面なんかを瀬戸内海から運んできたのはこの川を使ってですね、利用してますんでね。大原は美術館はじゃあ当時のま、ままですね。これはね、ままですね。ままですよね。そうです。これは本当にこのまた河原がこれも、ね、違いますね。この河原もね、大原家の門が入ってますけどね。ああ、これも大阪の戦乱でね、当時昭和3年に現地で作ったものなんですよね。